今回は、鉄コレの改造用パーツセットを見ていきます。またそうやって長尺者を節だらな目で見る。だって見てくださいよこれ、戦闘車6両セットですよ。おわぁ。というわけで今回もご視聴ありがとうございます。風の谷のサテウです。皆さんごきげんよう、サテクのレミーこと、ローズマリーです。てか、これはマジでなんなの、同人販売のジョークグッズ。どっこい、公式の製品なんですよ。西鉄3000系特急オウム大器、6両2連 ×3 編成セットです。この前 GM が東部の物録出してたけど、まさかトミーテックも似たようなことやってたとは。迫力を感じますね。箱裏の説明欄には、このセットは前車が先頭車、またオウム大器では前パン先頭となるのが印象的な、2両 ×3 の6両編成をセットにしています、と、気合のこもった文章が綴られています。公式が手遅れだ。というか、特急列車は通常6両編成で運転されており、3両 ×2 または2両 ×3 の編成が使用されています。ってこれマジ？ YouTube で動画を漁ってみたんですが、マジっぽいです。なんなら、2、3、5連で最長7両の編成を組む時の組み合わせを、すべて網羅しているのではないかというくらいの奔放ぶりでした。そんな大げさな。どうせあっても223くらいで、232みたいな変速編成はないんでしょ。マジ？細かいことはともかく、開封してみましょう。6両ひとまとめのケースが圧巻です。かさばるなぁ。そして車両の方はこんな感じ。泣く子も黙るオール戦闘車です。車両基地かな。しかしまたパンタのやかましいこと。2両なら漏れなくオウム高田がダブパンですからね。しかもホロ付き替え。MC 車は情報量が多いなぁ。こんな良さの塊が30連で、しかも110キロで走るってんですからたまりませんね。あれ、連結してるってことは純正で TN なの。いえ、鉄コレのダミーカプラーです。へぇ、連結できるんだこれ。首は触れませんけど、ダミーにしては凝った作りですよね。まあ、TN に比べたらあれですけど。その比較は酷だろう。そんで、セット内容は。ですね。まず車両が、3000系の第4、第5、第13編成の6両。そして動力可用台車枠が2両分、無線アンテナが4両分、アーノルド首振り対応スカートが6両分、ステッカーが1枚です。なるほど。6両セットなだけあって、パーツもそれなりに入ってるのね。まあ中古で入手したものなので、全部入ってるかはわかりませんけどね。あ、中古だったんだ。いくら？1両レート1100円ってとこですね。うん。まあ割安だけども、なんでまたこんないかついセットを。前々から西鉄3000系のビートレが欲しかったんですが、前面だけ都合がつかなくて。なるほどね。じゃあ用途としては全部部品取りか。まあ、1両1000円までなら許容範囲ですから。超えてんだっつの。とは言っても、今作ろうと思っているのは2連と5連各1本なので、現状2連が1本浮きます。そこで、この編成を分解しつつ、パーツや構造を確認しようかと。なるほどね。というわけで、まずは屋根から。MC 車も TC 車も、表面は割とシンプルです。特に TC 車の方は3分細ビードにクーラー1と、大変スッキリした印象です。無線アンテナは？この個体は未設置ですが、裏にはしっかりガイドが打ってあります。そして、クーラーは RPU11020 の角型シングルファンタイプ。いや、型番で言われても、いやでも、11020ってなんか聞き覚えが。熊本電鉄03系のと同じ金型っぽいですね。あ、そのやつか。地域性を感じる共通点ですね。一方の MC 車用の屋根は割とごちゃっとしており、中間する配管がとりわけ印象的です。そんなに印象的かな。だってこれ、クーラーってぶち抜いてるんですよ。え、なにそれ、こんな配管して、整備とか大丈夫なのかな。ね。ただ、車単寄りのパンタ周りはそんな複雑じゃなさそう。321系チックなパンタ台が特徴的なのと、この白いのは、ヒューズ箱。じゃないですかね。ちなみに、これら2つは別パーツになっていますが、平行きは屋根と一体成形のようです。なるほどな。続いてはボディ。戦術の通り、MC 車がホロ付きです。もちろんホロは別パーツなので、取り外すとダボ穴が見えちゃいます。これはまあ普通だね。そしたら次はガラスなんですが、光泳がすごい。3つの透明パーツで、特徴的な3枚窓を表現しています。うお、いかついな。まあでも、両脇が傾斜付きのパノラミックウィンドウ、そして貫通扉窓にも傾斜。加えてライト穴は激細だし、複雑な構造にもなるか。ベースのパーツから突き出た円柱状のライトパーツが、設計の苦労を感じさせますね。ちなみに、方向膜の部分はブラックアウトが表から、膜が裏から印刷されています。ああ、行き先は変更できるんだっけか。ステッカーにはどんなのが入ってるの？膜に関しては、メジャーなのが一通り揃ってる感じです。個人的には柳川膜が入ってて欲しかったなと。なんでさ、行ってみたいから。そう？膜の他は、標識等と弱冷シール。御用を作るにあたって、このおまけは嬉しいところです。さて、そしたらボディに戻って、次は側面ですね。川崎を感じる作りだけど、これ何メートル車体だ？
18メートル級にしてはドア間が広いけど、20メートル級にしては車端部が詰まってるような。ミキ曰く、車体長は 19.5 メートルだそうです。なるほど、道理でね。塗装については銀色2色帯3色の豪華5色仕様。ドアも塗り分けられており、模型としてよくまとまった佇まいだと感じました。それらの色に加えて、ガラスにもサッシの銀とピラーの黒が乗ってるのか。色差しがシャープでいい感じですね。てか、扉間の3枚窓ってチュンア。じゃねえや、中央だけ固定なんだ。車端部へのムンドウもコジュンのカッスムニだ。悪かったって。まあ、漢字の半島読みは語呂がいいですからね。そして妻板はこんな感じ。渡り板状のモールドが再現されています。ガラスもしっかりしたのが入ってるし、気を使って作られてる感じだね。お次は床下を見てみましょう。個人的に一番気になったのはこの台車です。おなじみのボルスタレス台車じゃん。 E231系などの DT61系台車とそっくりで、 B トレカの際には通勤にお使いと言わんばかりの形状が印象的です。なんとまあわつらい向きな。そして床下機器の一覧はこんな感じ。実車と比べると、となる箇所があったので、ここでは単にパーツの具合だけを見てみることにします。MC 車用はインバーター類が、DC 車用は機器箱がそれぞれ目立つね。私はこの VVVF が気になるよ。形状が立体的で、メッシュも入ってる。なかなかいい造形してるんじゃないかな。確かに。引き箱の蓋もモールドが細かいです。モールドといえば、スカートも頑張ってる印象です。おお、乗務員ステップのモールドが深くていいね。なんか、すごくいいパーツなんじゃないですか、このスカート。三次元的な形状はもとより、継ぎ目もモールドされてるのが丁寧でいい感じだね。ちなみにさ、おまけでついてきた、アーノルド首振り対応のスカートはどんな形してるの？すんごく大胆な形状をしています。おっと、すごいなこれは。側面のステップは健在ですが、いかんせん正面がドカーンって感じなので、スペアにはできなさそうですね。まあ、6つもあるので一応ストックしておきますが。あ、忘れてた。そういやこれ6両セットだったな。ええ、パーツ入手量は単純に今見たものの3倍です。おかしいよ。というわけで今回は、鉄コレ西鉄3000系の6両セットをご紹介しました。これらは、そのうち銀線塔と一体化してビートレになる説が今のところ濃厚です。まあ部品取りって言ってたもんね。ええ。だけども、前から言ってたとはいえさ、近隣でもふるさとでもない西鉄の車両を作るのって、なんかサテクっぽくないよね。確かに。サテクの大テーマは大都市圏の相互直通ですからね。でもまあ、西鉄はかっこいいし、こう、ニバラがいる京急みたいな雰囲気があり大変好ましい。本性を表したね。そうでなくとも、台車とか色とかに京急を感じずにはいられないんですよ。病気だ。でもまあ確かに、この台車に関しては TH タイプとよく似てるね。というより、昨今の技術でこの構造の台車を作ったら、一様にこの形状に収束していく、という機能美の短所じゃないかとは思うけどね。ちょっと何言ってるかわかんないですね。なんでわかんないんだよ。まあ、逆にね。西鉄好きの方が京急を見たら、ほのかに西鉄を感じるのかも。なくはなさそう。バスではなく電車ならね。西鉄民の方、京急には物録も御用固定もいませんが、金線30連の12 M0T 編成習いますので、ぜひ京急にお越しください。いつ見ても狂った MT 比だよな。逆貨物列車かて。さ、といったところで、今回はこの辺で、最後までご視聴いただき、ありがとうございました。それじゃあまた次回の動画も、よろしく。